はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ドラクエ6ですね、やっていきましょう。さーてと、ちょっと地図がわかんないね。さあ、まだしばらく続くのかな、修行がね。果てる気しないもんね。そしたらどうやって勝てんだろう。戦術がね、イメージできないのよね。あら、猛毒か。とりあえず発散。そうだね、どうしたらいいんだろう。ゲントの杖じゃねえ。で、スカラとルカニを唱えていけばいいんですけど、あれ、あとなんか仲間いるんだよね。そこぐらいしか思い浮かばないんですよね。チャムロのキアリで発散ね。これ行ったよね。聖剣好きね、レッサーデーモンね、よく当たるね。やっとミリウさん上がったね。レベル10になりました。ヒットポイント6ポイント、マジックパワーが6ポイント。さあ、こういった。2841、お、16上がったね。あ、ミリウさん、なんか来たかもしれないね。で、いや、まだ叩けるね。あー、ハッサンがそっち行くんだった。しまった。ヒート技術も似とくべきだった。ね、ハッサンそっち行っちゃうんだわ。あ、でもこれいいね。で、チャモロさん回復しとこうか。じゃあ、ハッサンの膝蹴りで終わると。ハッサン遅いね。さてと、そうね。これダメだよね。行ったもんね。間違えて上の世界だけ行かないことにしとかないとね。道具。はい、ゲント。いやいや、ゲントはいらないわ。あいた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 。かかとが。ああ、かかとが痛いな。だった。あ、びっくりした。戻れないんでしょ、やっぱり。僕試してみるから戻れないんだよね。わがまま言ってごめんね。そんなことないよと。だから気をつけて。あんただ問題は。帰ってくれよ。いけないのかい。やっぱそうだね、できないよね。どうかお気をつけてじゃないんだよ。ベッドあったら休ませてほしいんだけどね。休ませてもらえないのねえ。もうちょっとここなんとかしようかったねえ。じゃあ、行きます。ルーラーして帰りましょうか、一遍ね。一遍帰りましょう。ほいっと。ルーラーで、魂伝なんもないよね。やっぱり、ケントの村ね。よいしょ。あら、ちょっとごめんなさい。なんかおかしくなってる。あ、いけたかな？で、こうかな？あ、いや。ごめんなさい。ドラクエは問題ないんですけど。私の録画してる Windows がおかしくなった。なんだこれ。あ、戻ったかな。あ、違うわ。ごめんなさい。私なんか勝手に一人で笑っちゃったけど、ごめんなさいね。あのね、
日本語入力がオンになっちゃったんですよね。なんで戻らないんだろうって四苦八苦してる時にいろいろマウスを使っても全然マウスポインターが動かないんで、なんでと思って私マウス外したんですね。まあ、USB 外してましたわ。パッドでやってたんですけどね。それ分からずにちょっと焦っちゃってましたね。ダメですね、焦っちゃね。ここは明日は限定のものだけど、どんな時でも神様の感謝を忘れることないべよ。これ、美味しく食べられるのも神様のおかげだべしなぁと。そうか。あ、じゃあ、覇者の剣買っちゃおっか。もう買えるでしょ。こっちかな。あ、打ってだね、まず。防具の店ね。もう、やゆまの部分はいらないね。打っちゃいましょう。はい、どうぞ。で、次はハッサンだね、鉄の鎧。はい、ではい、次はチャモロ、あ、ミレイユさん。あ、ここの並び方はミレイユ、チャモロ、バーバラと並ぶんですね。バーバラの方がケツの方に行くんですね。はい、鉄の鎧、はい、どうぞ。お、あ、妖精の鎧が1個しかなかった。つら、2個あった、変えたのにね。うん、袋は何かあったかな。あ、とんがり帽子。あ、とんがり帽子って、とんがり帽子はユニークだったっけ。ちょっと自信がないんでやめときましょう。さ、じゃあ武器だね。覇者の剣ね。そう、あ、できるね、ミレイユさんね、装備しちゃおう。うん、ミレイユさんね、はい、装備してもらいましょう。お、かっこよくなったね。いや、おりますよ、ミレイユさんのね。あの、なんだろう、茨の餅はもうかなり使えないのでね。いや、もうおりません。あと、なんか買えるもんあるかな。モーニングスター、あー、チャモロさらに強くなると。鋼の剣、ああ、モーニングスターね、言っときましょう。ハッサンね、あ、違うわ、チャモロね。はい、で、売りに来ましたと。で、チャモロのチェーンクロス、よし。さあ、これでいいでしょう。あとはお金預けて、ここは預けれないのか。一応セーブもしておこうかな。はい、行ってきますと。さて、はい、ここは神に導かせる丸子羊のとお祈りしましょうねと。はい、あ、しまった、適当にしちゃった。いやー、ちょっと待って、はい、どこにセーブしたんだろう今。ごめんなさいね。 あ、順当ですね、順当でございました。はい、おー、続きますよ。はい、2900で防具って買えるかな。多分無理だよね。一応見に行くか。一回でやっとけっていうのね。でね、ごめんなさいね。鉄の鎧ダメね。で、鋼の鎧は、チャモロ3本もダメね。三河氏の服あったのか。ミレイユさんだな。お金がない。銀の髪飾り持ってるし、お、バーバラさん上がるわ。うん、銀の髪飾りだけ、バーバラさん、今回関係ないけど、バーバラさんさしてあげよう。はい、じゃあ売りましょうね、バーバラさんね。あ、毛皮のフードね。はい、どうぞと。いいえ、
さあ、じゃあ行きましょうか。さあ、また修行の旅ですね。これどうだろう。武道のところ行く。武道の城にいないかな。ないかな。さあ、ついては古賀武道の島だ。私はここで待ってるってね。よいしょっと、じゃあ入りましょうね。ああ、こっちかな。ちょっとね、今雑音がバコバコ入っているかもしれないですけど、許してくださいね。家族が帰ってきました。実はね、長男がね、修学旅行から帰ってきましたね。なんかすごいですね、飛行機乗るんですもんね、今の修学旅行って。効率なんですけどね。もうただね、あれでしたよ、あのもうこんなこと言ったら愚痴になっちゃうんだけど、結構積み立てですね、積み立てするのが大変でした。結構な額、効率なのにっていう感じでね、もう結構な額をちょろちょろ入れらされましたね。まあでもこんな時期に収穫力って考えたらあれだよね。うちの次男がそうだったんですけど、インフルエンザかかっちゃったんでね。インフルエンザかかったらいけないもんね。修学旅行病気でいけないってなるとね、ちょっとかわいそうだね。あれ？ちょっと待って。なんでまた入れ替わってんのこれ。はい。勝手に入れ替わっちゃうんだね。さて、これあんまりこっちに行っちゃうとあれなんでしょう。行っちゃうんでしょう、城に。ああ、でも行ってもいいのかな。ああ、でも行ったら帰ってこれないもんね。ちょっとやだねそれね。確か、あの、ビースト系も出てくるんだよね。ストーンビーストだっけ？ちょっとやだよね。これは、ん？何これ？ああ、いやいや、全部か。いや、床がね、地べたがなんかブクブクしてたんで、え？溶岩かい？ってちょっと思ったんですけど。もう地べたの道の、あ、いろんなところがなってるんですね、そういう感じにね。さて、で、これがこうで、これがこうだよね。まあ、何です？普通溶岩があんな近くにあったら人近寄れないんですけどね。前にも言ったかもしれないんですけど。あのね、私の友人のね、お父さんがね、ターミネーター2のね、最後のシーンを見たときにね、横の中入っていくでしょ？ターエット・シュワルツネッガーが、T800 か。で、その時に、サラ・コナーとジョン・コナーが上で待ってるじゃないですか。あんなに近かったら、暑くて寄れねえよってツッコミ入れてましたけどね。あ、これ、泉っぽいんだけど違うんだよね。
ああ、なんか思い出してきた。ああ、そうだ。この敵出てくるんだ。この右のね、抜け殻兵。これ、色が金色っぽいでしょ。YouTube 先生、これのサムネイルが好きなんだ。もう、もうこのサムネイル2回、3回ぐらい使われてんじゃないかな。本当にこれ回復できないかな。ああ、なんかいろんなのができた。チャモロさん大丈夫かな。チャモロさんゲント入れとこう。ちょっと私は回復に徹しましょう。次ミリウさんだね。ちょっとね、あの戦闘はね、泥仕合がしてしまいますけど、もう死なれたらたまたまじゃないかね。さあ道具でゲンとミレイユさんね。あ、そうだ、ミレイユさんもやっぱり覇者の剣でよかったね。それなりに当たってくれんね。なんだよもう。これだったら殴れんね。エビルポットを殴ろう。どうせみんなエビルポットに殴らないんだからね。仲間を呼ぶやつを殴ろうとしないからね。そんなプログラムなんか組み上がってってね。まあね、まあ実際中見てないんですけど、多分ドラクエよくできてますけどね。ドラクエの AI ってね、よくできてると思うんですけど、実際 AI じゃないと思いますからね。実際ただのプログラムだと思いますけどね。多分敵の弱点を気づいたら、はじめ敵を知らないうちは闇雲で攻撃するけど、弱点を覚えたら攻撃しなくなるよっていうのは聞きましたけど、いや、多分そういう元からプログラム組んでると思うんですけどね。おそらくね。多分 AI なんか作るのは大変だよね。はい、ハサンレベル22に上がりましたよ。最大のヒットポイントが8ポイント、マジックパワーが2ポイント。さあ、来いと。ちょっとサーコイが遅れました。4、5、6、7、8、8だね。そういや、Google 先生がね、誰でも Google 先生の AI に AI を使えるよっていうサービス、うわー来たー、作ったような感じで言ってましたね。私もすごく興味があるんですけどね、なかなかそれをする時間がないっていう感じですかね。よいしょ。いや、殴った方がいいかな。殴っちゃおうか。硬いね。おっ、メタルスライムの時出してほしかったけど。そういえばね、IBM のワトソン君ね、ワトソン君をね、ちょっと使いたいなと思ってね、使おうと思ったんですけどね、なかなか時間がなくてまだ使えてませんね。なんかね、いろんな鳴り物入りというかね、すごいぞって言って聞いたんですけどね、何でしたっけ、問診？医者の問診で、がんの誤診だったのを白血病って、問診だけで気づいたんでしたっけ？なんかそんなね、逸話がありましたよね。新しいレベル上がりました。ヒットポイントが6ポイント、マジックパワーが3ポイント、さあ来いと。3、2、1、7？ あら、さっきと全然違うね。私も頭打ったかな。あ、ひょっとしてあれなのかな？レベルで、転職とかできるのかな。後で行ってみよう。20超えましたもんね。ゲントはいらないね。でも覇者の剣使っちゃおう。泥にも炎は効くんだね。でも弱いな。弱いな。はい、300、おお、いいですね。あ、時間来ちゃいましたね。じゃあ、この辺で終わっておきましょうか。ドラクエ6終わっておきます。どうもありがとうございました。